iSEG2 のアクセスパスワードを設定します。メニューをタッチしてメニューバーを表示します。設定をタッチして設定画面を表示します。アクセスパスワードをタッチします。現在のパスワードを入力します。新規パスワードとして4桁から8桁の英数字を入力します。同じ値を確認用ボックスに入力して、決定をタッチします。